アスラン・アリーエビッチ・マスハードフは、チェチェン独立派の最高指導者で、国際的に未承認のチェチェン・イチケリア共和国の第三代大,大統領を、ロシア連邦保安庁特殊部隊によって殺害された。1951年9月、集団追放先のカザフ・カラガンダで生まれ、1957年6歳の時に家族と共に、チェチェンに帰還した。 1969年ソ連軍に入隊する。1972年トビリシ高等砲兵学校を卒業する。1981年レニングラードのカリー人名将軍事大学を卒業する。陛下は砲兵、バルト三国や極東地方、ハンガリーに駐在した。ソ連軍での最終階級は大佐。1991年ソ連軍を退役し、チェチェン共和国国防軍に身を投じる。 1993年チェチェン軍参謀総長に就任し、1994年に始まったロシア連邦軍との第一次チェチェン紛争で戦闘を指揮した。この戦争では、ジョハル・ズダイフ大統領と共に最後まで徹底抗戦した。1996年8月にロシア連邦安全保障会議初期のアレクサンドル・レベジと停戦合意に調印した。 1996年10月暫定政権首相に就任し、1997年1月、ロシア軍が完全撤退した直後に実施された、チェチェン大統領選挙で当選し、2月12日に就任。同年5月、ロシア連邦大統領、エリツィンと平和と相互関係に関する条約を締結した。しかし、シャミルバサイエフ率いる、 強硬派武装勢力が1999年8月にイスラム国家建設を唱えて、隣のロシア連邦ダゲスタン共和国に侵攻、9月にモスクワなどで集合住宅連続爆破事件を起こしたことから、ロシア連邦軍に再び攻め込まれ、2000年2月に首都グロズヌイを制圧された後、武装反乱式容疑でロシア連邦の検察当局から指名手配され、追われる身となった。 2002年に大統領任期は切れて、ロシア側は新たな政権を樹立したが、マスハドフは憲法上、戦時下のため大統領任期は延長され、チェチェン独立派のウェブサイトでは、チェチェン共和国大統領の称号を名乗っていた。ウラジーミル・プーチン大統領に対しては、政治的な対話によるチェチェン問題の解決を訴え続けていたように、 シャミル・バサエフラ・チェチェン強硬派とは一線を隠す、恩恵派の指導者であった。2004年9月に起きたベスラン学校選挙事件でも、ロシア側はマスハドフの関与を主張していたのに対し、マスハドフは9月23日に、事件に無関係であるとの声明を発表しており、声明の中でマスハドフは、テロ行為を厳しく非難し、犯行声明を出していた、バサエフラを、 事故の責任で裁判にかけると言明していた。また、ベスラン事件の背景として、ロシア軍のチェチェン侵攻が、ジェノサイドであるとして、ロシア軍に殺害された、チェチェン人25万人のうち、児童が4万2000人に上っていることを指摘していた。2005年1月26日、アムネスティ・インターナショナルは、2004年12月に、マスハドフの親類8人が対立する親ロシア派、 チェチェン軍により連行され、消息不明になっていると報告し。2005年3月8日、ロシア連邦保安庁のニコライ・パトルシェフ長官は、同庁特殊部隊がマスハドフを殺害したことを発表した。ロシア連邦政府は、シャミルバサエフなど、残存武装勢力の総統作戦を強化すると見られる。穏健派のマスハドフの殺害により平和解決の可能性を探る道が閉ざされ、 チェチェン情勢は今後、混迷が予想される。ありがとうございます。